出ました。じゃあ、カナダガイダー、メンバーは今の環境的にはすごく飛んでるかもしれないけど、まあ、そういうのね、活動されてるのは一つの、なんていうの、悔しいし、ね、失敗することが報道されてもいいかもしれないけど、それまた一つの僕にとったら、ステップアップ精神、理由を込めて、引導したメンバーだけにしたはずですが、そしたらメンバーは、いません。今この中級で、まあ、リーグで言ったら一番トップなわけやんか。じゃあみんなはこれからどうするかって言ったら、これからもうまくなる必要があるし、なおかつもっとこのリーグの中級以上の目標を指を取ることがすごい大事だと思います。 でその目標に向かってみんな頑張ってると思うけど、みんな頑張ってます。わかる、みんな頑張ってね。で僕、まあ、今ダンスとか社会とかいろいろ多方面で教えてんねんけど、やはり一番思うのは、みんながみんなと同じ年齢の時に、その時にダンス今できてるんだったらできてない。もちろん怪我もなし、今自分は仕事としてやってる面もあるから、今みんなは精一杯自分がやりたいこと全力でできる時間たっぷりやると思う。まあ、リーチじゃない高校なんてな、アルバイト始めたり有名で社会人なんてよく感じると思う。スーパースクールいっぱいあると思う。こんだけ時間があったんやな。だんだんそれがみんな年齢化されてたらめっちゃ思うと思う。今のお前がもちろん有名でもいいとかどうかに向かってね、今日ご先生からしたらもっと遅い。そんな状況の中でもっと時間あると思うし、もっと夢に向かって頑張れる時間たくさんあると思う。だからもし何か目標があるんだったら、もっと大きな目標を持ったらいいと思うし、僕の先輩で宇宙一有名な先輩も、宇宙一なんていうか分からない。でも宇宙一目指したら100点取れたら頑張らない。っていう話は僕らも全然みんなはどんな目標でもいい、大きな目標を持ったらそれに向かって、目標かな、叶わなくてもいいけど、絶対叶うけど、叶わなくてもいいけど、そこに向かうプロセスっていうのがよく大事だと思うので、でっかいこと叶わなくてもいい、いいところより仕事の目標を出すものなるべく全部いろんな目標を作って、でその目標に向かって頑張るためには一つずつしかね、まずねそういうことで、なんて頑張ってくるからと、そういうのとかに変身、自分が今、ボート知らないと誰か変身してるとか、そういうことがよく考えます。なおかつ、ダンスを楽しみながら、こんなリアルだけでもダンスをやっただけでも、最高にみんなは幸せだと僕は思うし、僕も幸せだから、それをどんどんやっていって、そして、今の目標を、で、これからすぐ目標を立って、どんどん頑張ってほしいと思います。今みんな終わってるクラス、19クラス、どんどんちゃんとちゃんと頑張っていく、その頑張っていく気持ちになりたいな。このサークル見て最後のムーブでそれを感じたのは、俺は少なくとも残念が痛いです。別にできるできるとか失敗とか成功とか何でもいい。ただなんやろ、どんどん忘れていくから、本気でやっていくとか気持ちの面でな、それを忘れずにこれからもね、中級の立場で終われる立場やから、ちょっとな安心するかもしれへんけど、その中級にいるからこそ、じゃあどんどん大きな目標に向かって頑張っていくっていう姿勢を忘れずに、みんな日々頑張ってください。というわけで、質問にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ただ、めっちゃびっくりした。すごい。